本当に当たったんだ、3億円。借金3000万円の男が手に入れた3億円。借金さえ返せればこれであいつらとまた暮らせる。下ろしてきなよ3億円。相談したのは総資産100億の親友。しかしその3億円が消えた。親友とともに筑摩さん探してるんだって。俺たちは億万長者だすごい、和夫さん億男じゃん。あなたは囚われているお金という概念。変わりましょう。1億円。買ってもらったわ。若くして10億を手にしたんだ。借金を返してまた一緒に暮らそう。やっぱりあなたは変わってしまった。この瞬間にどんな顔をしていたんだろう。一体どんなこと。あなたの家族の値段はいくらですか。お金の正体に近づけば近づくほど大切なものを失っていく。ここにいたら話がしたいよ。借金返して家族と一緒に暮らしたいんです。そのためにはあの金が必要なんです。家族、親友、3億円、全てを失った男の地獄巡りが始まる。金いうのはほんまに人を狂わすねんで。特別に見せてあげる。こんな髪切れ、こんな髪切れ。お金は人を変えてしまう。金ってなんやの。金ってなんや。行け。奥男。お金の正体は見つかったのか。